こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年12月にアメリカ海軍は佐世保基地に配備していたワスプ級強襲揚陸艦ワスプに変えて、その次級であるアメリカ級強襲揚陸艦アメリカを新たに配備した。強襲揚陸艦ワスプは全長が 257.3m、 全幅が 31.8m、 満載排水量が 46,500 トンとなっており、前級のタラワ級強襲揚陸艦をベースに大型化した強襲揚陸艦だった。今回佐世保基地へ交代配属で送り込まれた強襲揚陸艦アメリカは、さらにこのワスプ級強襲揚陸艦を発展させたもので、全長こそ同じだがその他は拡張されたものとなっている。具体的には全幅が 32.3m、 満載排水量が 45,570 トンとなり、排水量では実に1割以上も大きくなっているが、実はこれ以上に異なる点が両艦の間には存在している。それはエアクッション型の揚陸艇 L-1級を収容可能か否かという点で、強襲揚陸艦ワスプはこれを運用するウェルドック機構を完備に備えているが、アメリカにはない。この揚陸艇 L-1級ハフバークラフト型水陸両用艇で、約70トンの積載重量につき戦車なら1両、兵員なら約180名から240名を輸送可能であり、強襲揚陸艦ワスプには3隻が搭載されている。これが強襲揚陸艦アメリカでは廃止され、兵員等の輸送は航空機に特化させる仕様となっており、これに伴いドック型の輸送揚陸艦であるニューオーリンズも同時に配備された。つまり強襲揚陸艦アメリカ単体では、揚陸艇 L-1級による輸送は省略され、艦内のその分のスペースや容量は搭載する航空機を増加させることに充当されたものとなっている。これは強襲揚陸艦アメリカの設計建造にあたって、揚陸艇 L-1級による海上からの輸送はもはや近代戦においては犠牲が大きすぎると考えられたことが原因だと言えた。しかし一番艦である強襲揚陸艦アメリカの就役直後に、やはり揚陸艇 L-1級を運用できるウェルドック機構の復活を海兵隊側が要望し、3番艦以降からの復活が決定している。これは海兵隊が近代戦での上陸作戦における運用においても、単艦で複数の兵員輸送方法を保持することに有用性を認めた、つまり原点回帰とも言えるものだろう。ただしあくまで搭載する航空戦力の量も極力減少させずに、ウェルドック機構を要求したため、艦の満載排水量は5万トンを優に超えるものとなり、建造費の著しい増加を招いている模様だ。このためウェルドック機構を復活させたものの、収納できる揚陸艇 L-1級の数は2隻と少なくなり、そこまで大規模な水陸両用の上陸作戦は少ないであろうことを予期させている。
一方でアメリカ軍のこれら強襲揚陸艦は艦載機として F-35B ステルス戦闘機の運用が行われており、アメリカも最大で約20機を搭載するという空母に準じた活用を視野に入れている。とはいえ専用の航空母艦であれば、この20機ほどの搭載数ならば排水量換算で約3万トンもあれば十分運用可能な数値だと考えられ、多用途な強襲揚陸艦であることでの制約も大きい。むしろ改修で本格的に航空母艦となることが明らかとなった日本の護衛艦いずも、加賀などは排水量2万トン級で最大10機の F-35B ステルス戦闘機を搭載とシンプルな構成だ。世界最大の規模を誇り、4万トン超のワスプ級を8隻、アメリカ級も12隻を建造予定のアメリカ海軍が専用の用途に特化せず複数用途を兼務させようとする姿勢には少し疑問もある。アメリカの試みとしては強襲揚陸艦に F-35B ステルス戦闘機を最大数の20機搭載させることは、大型の原子力航空母艦を補完する軽空母とする意味合いがあるとも言われている。そして大型の原子力航空母艦を派遣するほどではない脅威に対し、これらの強襲揚陸艦を空母代わりとして対処する運用を考えていると解釈できるが、なんせ日本は中国と対峙している。まだ中国の航空兵力がアメリカを圧倒するようなことは喫緊では考えにくいが、国産の航空母艦を急ピッチで建造し5隻体制を目指している。彼の国に対する抑止力としては不安も残る。ことに中国やロシアはこのところ長射程のミサイルを次々と配備しており、これに対する対抗策としては、ステルス性の高い航空戦力の増強が不可避だと思えるからだ。その意味からも、大規模な上陸作戦の実施などを想定して、強襲揚陸艦にウェルドック機構を復活させるよりも、軽空母としての搭載機数増加の方が有効ではないかと感じられる。折しも紛糾していた鹿児島、馬毛島の購入も予定の160億円で決着したこともあり、早急に F-35B ステルス戦闘機の実戦配備を進めてもらいたいと、個人的には願ってやまない。かつてのような兵器の質の圧倒的な優位性が薄れてきたと、おぼしき追中国の現状を見るに、ひとえに、現在の有効な対処方はステルス戦闘機の運用にかかっていると感じられるからだ。